おはようございます。アキラのゲームへこそ、ラスクラ実況です。朝は雑談っていうかね、コミ読みと最近はねユニットの深掘りみたいなことをしているんですけれども、というわけで早速コミ読みです。昨日の朝のですね、ルキエルのおすすめスキルセットの解説についたコメントですけれども、トルさん、すごいルキエル持ってるけどこんな可能性あるんだ、今後育てみようかなと思いました、ということで、こういうの一番嬉しいです。まあ、トルーさんの質問じゃなくて、ね、他の方の質問に答える形で解説させてもらったんだけども、こんな風にね、他の方にもですね、やっぱりこう可能性を広げる、きっかけ出てくるんでね。で、ラストグラウディアのね、一番の楽しみ方ってやっぱ育成なんですよ、うん、バトルの中でできることってほんと限られてるじゃないですか。もちろんあの魔法を切り替えたりとかね、いろいろそういうことはできるけれども、何よりもその前の準備として何を覚えさすか、どういう方針で育てるか、このキャラは何の役割を与えるのかっていうのを考えるのが一番楽しいんで、そういった意味でルキエルにはまだまだ可能性ある。現在ね、アンバランスのユニットとしてですね扱われてるとこあるけれども、今後の可能性はですね、爆発的に火力が上がる可能性全然あるんで、わかんないけどねっていう感じで、トルさんコメントありがとうございます。そして富澤さん、もともとこのルキエのね解説のきっかけをねくれた方ですけれども、ありがとうございます。教えてくださりめっちゃ嬉しいですと。聖眼 MP 枯渇、天使の加護、コストがな、ルキエル持ってるって流れだったのですが、キャラの生かし方がわからなかったので勉強になりました。特技に特化させる、なるほどです。参考にというか、これでいきます。本当にありがとうございました。このシリーズの動画面白いです。他の方のリクエストがなかったらいつかドーラもお願いします。これからも動画を楽しみにしていますということで、富澤さんありがとうございます。まあ、本当天使の加護をですねどうやって、生かすかっていうね質問だったんですけども、そういうところにはねいけなかったんですね。最終的にはねもちろん聖眼とね大天使の加護っていう感じで、あの可能性はもちろん秘めてるんだけども、何よりルキエルはね特技がやばい、そういったところを踏まえて特技をどんどんチャージしてガンガン使えるキャラクターにして生かしていくっていうのが、まあ、一番僕は面白いかなっていうのっていう感じで、まあ昨日ね解説させてもらったんですけども、まあ、参考になったのが幸いです。はい、富澤さん、ぜひですね、まあどんな感じだったかまたね、教えてください。僕もね、だから全キャラを育てることはできないからね、こういう感じで皆さんにね、いただいて、で、実際に自分でキャラ、ユニットのね、性能とか個性とかいろいろ見ていって、こういう風にできるんじゃないかな、今あるスキルやったらこういう風に育成できるんじゃないかなっていうのを想像するのね、僕も楽しんで、こういう質問ね、どんどん待ってます。いつかね、じゃあドーラの方もね、またやっていこうと思います。富澤さん、ありがとうございます。で、クリゴロさん、いつもコメントありがとうございます。白メルザを救ってください。基本スペックが雑魚すぎて辛い。今、通常攻撃型で運用してるけど、他になんかいい案ないでしょうかということで、大変な患者さんが来ました。はい、白メルザさんね。ね。大変な患者さんです。正直言って。おっしゃる通りなんです。クリゴロさんね、まあ、正直言ってクリゴロさんめっちゃやり込んでるからね、わかってると思うんだけど、あえてね、ちょっとじゃあね、僕、白メルザ解説させてもらいますけど、先に言っときますね。通常攻撃型で運用してるけど、他になんかいい案ないでしょうかという質問ですが、ないです。どういうことかというとですね、白メルザ、特技などはですね、まあ、基本的に光属性の攻撃をします。で、超必殺技に関して言うと、状態異常回復と HP 消化回復ついてますね。ヒーラー的な要素もあります。はい、で、個性がね、白虎、瀕死状態にディフェンスとマインドが大きく上昇。で、個性2が光人のきらめき、通常攻撃時に光属性の追加ダメージ発生ということです。はい、で、まあ、これを受けてですね、まあ、基本的な考え方になるんですけれども、まず考え方としまして、アタッカーにもヒーラーにもなれるユニットです。で、ストーリー上盤ではかなり重宝するユニットとして、無課金ユニットとしてはかなり優秀です。これ皆さん配られますもんね。初心者ミッションかなでもらえるやつなんで、僕も序盤大変お世話になりました。なので結構使いました。物理強キャラもヒーラーも多数の今、正直上位互換だらけなんで、今現在とても不憫な思いをしているユニットです。ルキエルは出た当初から不憫だったけども、メルザは今に至って本当不憫な思いをしています。ただ性能は、ね、いいんですよ。ってのがね、唯一無二の通常攻撃の速さ、攻撃後のための少なさ、ノックバックの短さを生かし、そこに個性の工事の極みから乗ればかなり可能性が広がると。これ何を言ってるかですね、解説します。要は手数が多いんですよ、実は。でも皆さん、手数の多さで言ったらね、セビアとかね、ロビンとかいるじゃないかって思いますけど、僕の手持ちでロビンとセビアいるんでね、試してみました。はい、まずロビンについて。こんな感じでね、ワンボタンで1回の攻撃で6回ヒットするんですよ。でも、6回打った後、止まるんですね。ね、6回殴った後、止まります。ね、停止するんですよ。要するに、溜めがあるんですね。これと同じことがセビアもあります。セビアは1回に4ヒットするんですけど、止まります。殴った後止まるんです。ね。殴った後止まります。手が止まるんで、そこにもちろん反撃を食らうことがあります。で、これがメルザの場合どうなのか。メルザの場合、見てくださいね。ほら。
僕通常攻撃のボタンを連打してるだけです。1回に2ヒットするんですね。1回2ヒットしますけども止まりません。攻撃1回当たった後次に攻撃まではすぐなんですよ。だからためがないんです。で、まあそういうね、手数がもちろん2ヒットで入るんだけど、まず攻撃の出が早い、出が早いし終わった後の隙がない。なので通常攻撃はめっちゃ実は強烈なんですよ、ね、手数がめっちゃ多い。でノックバックの短さ、これちょっとね実演できなかったんだけど、要は切った敵が後ろに下がりすぎると自分は追いかけないとダメなんですよね。例えば先ほどの、ロビンの場合やったら6ヒットしてる間に敵めっちゃ下がるんですよ。だから次の攻撃、通常攻撃するためには追いかけないとダメなんですよね。だからそのまま生まれる。なので追い詰めれば一緒なんだけども、でもね追い詰めた場合もね、ロビンはね敵を通り過ぎちゃうんですよ。追い詰めると今度殴ってる間にね、一回戻って殴り始めなきゃいけないっていう手間があって、実はそういった意味では白メルサは普通にずっと殴ってられるんですよ。でここに個性の光純のきらめきがね追加ダメージ発生しますんで、ここまで乗ってくるとなかなか面白いことになってくるんですよ実は。なので基本方針はね、もうこう通常攻撃特化で正解です、はい、大正解です。他のことは後回しで OK です。だから育成について、能力解放についてはね、ストレングス、ディフェンス、マインドと個性の光純のきらめきをさえ上げていけばもうそれで OK です。はい、正直能力解放で覚えるスキルが悲しすぎます。はい、使えるのはねせいぜいアンデッドキラーくらいしかありません。でそれを踏まえた上で、じゃあおすすめのスキルセット何なのっていうところで言うと、おすすめ初期スキルセットです。スキルコスト20以下の場合で、攻撃アップ1、外装集権座が攻撃アップ極み、スキルコスト6、外装集権座。で、追撃スキルコスト2、外装集権座。ここまで外装集権座だけで覚えれます。はい、で、ダブルインパクト、飛炎の影響もしくは雷帝がでスキルコスト5です。で、プラウドフォース、スキルコスト4、海岸線、総評の守護騎士。クリティカルアップ、スキルコスト2、海岸線ということで、要は、外装集権座と飛炎の影響と海岸線があればですね、これ揃います。そういった意味では手軽に揃う、初期のスキルセットだと思います。殴りの手数が多いということはクリティカルが発生する回数も多くなってくる。なのでプラウドホースで回復もできるよということで、まあおまけみたいな感じでつけてますけれども、これでちょうど20になりました、ね、ダブルインパクトを覚えるまで時間かかるかもしれないけれども、ここにさらにね光純のきらめき乗りますからね、追撃ダメージさらに乗ります。そういった意味で普通に殴ってるだけで強烈なキャラになります。で、この状態をさらに活かしていく最終目標としましては、先ほどの分に追加してトリプルインパクト、スキルコスト11、ホラー闇の逆配で、クリティカルアップ2、月下残明もしくは飛炎の影響を覚えれるやつ、クリティカルアップ3、スキルコスト7の魔獣ハンターで、急所狙い、スキルコスト4、神獣を狩る者が目黒の流れ、急所狙い回、スキルコスト9、狂犬、死産に立つ狂犬か、で、剣配ブースと同じく死産に立つ狂犬で、鋭気、スキルコスト4の総評の守護騎士ですね。これがね、まあ、スキルコスト合計64ってめっちゃ重いやんけって話ですやん。だからこれ全部揃えろってわけじゃないけど、これ最終目標ね。ね。だからここに各種キラーとか特攻ブーストね。要は、スレイヤーつけなくていいです。スレイヤーは特技に発動するんで。通常攻撃だけでいいんで、各種キラーでいいです。各種キラー系はね、スキルコスト4でつけれるんで、場合によってつけるとさらにエグい火力をつくので、プラス10すると74だよね。ね。っていう感じで、通常攻撃時っていう条件で発動スキルはかなり多いんですよ。だから選択肢はねかなり広がります。状況によって付け替えることによって、とんでもない火力を発揮する、キャラクターになるんじゃないかと思います。まずブラッドホースね、スキルコスト11ですけど、これが回復にも使えます。そして僕のお気に入りのスキルがこれ、腐食の牙デバフ、非物理ダメージ 20% アップ、相手のね防御を下げるとか、こっちの攻撃力を上げるじゃなくて当たる物理のダメージを上げてくれるというものね。これは僕結構使ってます、腐食の牙ね。前にね検証の動画撮ってますんで、腐食の牙ラスクラで多分検索したら出てくると思う。あえてリンクを貼らないとスタイル。で、総評の守護騎士で覚えれるオートクリティカル。これスキルコスト9なんですけど、クリティカルアップ1から3で、ね、全部足したらスキルコスト10にかかるんだけど、これと同じだけ上がります。オートクリティカルだけで。うん、上がるんで、まあ、そういった意味では、スキルコストをより軽くするには、オートクリティカルを覚えるのもいいかなと思います。っていう感じで、まあ、正直本当、クリゴロさんの言ってる通りなんです。通常攻撃で運用してるけどなんだけど、その通常攻撃をこう特化していくっていうのは全然実はありなんですね。それだけでも相手にデバフも与えれる、自分の回復もできる、クリティカルを上げることもできるね、追い詰めることもガンガンできますんで、使っていくのも面白いし、ここに大盗賊の腕輪とかつけたらですね、周回用のキャラクターとしてもとても面白いかもしれない。はい、というわけでですね、今朝は白メルザのおすすめスキルセット育成方針についてですね、
僕なりの解説をさせてもらったんですけども、まあ、結果としては通常攻撃で伸ばしていけば大丈夫だよという感じです。ていうか、それが一番選択肢が広がる。うん、やっぱね、その手数の多さとためのなさね、攻撃と攻撃の間の、そのためのなさはもうダントツなんで、ここって逆に言うと皆さんは評価されてないところだと思うんで、ここを生かす戦い方ってできると思いますんで、やってみてはいいかなと思います。で、今日はですね、また引き続きですね、昨日ね、党の攻略ね、瀕死の状態で33回をクリアしたんで、34回以降やっていこうと思います。それでは、夜の動画でお会いしましょう。ではまた。